感染状況がやばいですね。政治の話に突っ込んでいきたいと思います。3000人超えている東京、さらに、神奈川県でも1000人超え、緊急事態宣言が、三度発生ということでね、まあ今回限りにしたいということなんですけど、今回限りにできればいいんですけど、ちょっとなんか無理なような気がするんですよね。というよりは、2021年、これ、まあ、半年ですよね。まあ、少なくとも、こう、解除するっていうほどではなかったような気がするんですよね。で、まあ結局1月からこうずっと緊急事態宣言が出たり出なかったりというのをこう繰り返し来てるわけなんですけども、解除する必要はあったのかなと。まあ結局もね、全然対戦、オリンピックに惹かれてしまって感染対策を怠ってしまった。これ来週には5000人を超えてしまう。これはね、ちょっと菅総理にもちょっと責任がまあ、なきにしまらず。まあワクチンの話がね、出てきましたね。2回接種ね、4割を目指すとかって言ってましたけども、遅いんですね。まあ何もかもが遅いんで、もう何を言ってもおしまいということで、まあ、緊急事態宣言をね、解除するというね、方法がね、ちょっと遅かったというね、まあ、そこが、まあ、一つ、まあ、あるんじゃないかなと思いますんでね。ということでね、今回の動画は、まあ、ちょっと以上なんですけども、ちょっと動画としては短いですね。今年、オリンピック終わってからね、選挙戦あるんですよね、総選挙。厳しい、感じになりそうな気がします。まあこれ自民党とかに話す限る話じゃなくて 全党が厳しい戦いになりそうな気がします。ということで、ご視聴ありがとうございました。